はい、森のワークベンチザートンでございます。そしてはとりあえずカウルの乾燥待ちですね。ギアの乾燥を待ってる間あれです、この車体の方を進めるんですけど、今こう朝日差し込んでて埃すごい舞ってるの分かった。これ埃、椅子だ、椅子もちゃんと掃除しましょうね。椅子が結構ね、今ちょっと体を動かしただけで埃が舞ってるから、椅子ですね、埃の原因。じゃあとりあえずインストの20番からサイドカバーの取り付けとかからですね、まあ、こんな メーターも取り付けます。メーターね、これね、実は朝日がすごいんですけど骨が見えそう。これ裏側こうくぼんでるんですよ。最初間違えてこっちに入れちゃって入らないですよね、どうやったって入るわけないですよね、大きいから。貼り直しました。一応解説しますと、メーターのこのステーの部分、これほんの少し切り欠きがあるんですよ。でその切り欠きがここのついたてにカツンと当たるので、そこまでこう前倒しっていうかね、これ捨て段から入れた方がいいですね。メーターは後にした方がいいと思います。メーターが邪魔でうまく入っていかない。なんか今回このスーパーレチューラーネジがやたら多くないですかね。こんなもんかな。前のチームスズキエクストより多いと思うんだけど、まあいいですけどね。よいしょ。はい、サイドカバーっていうかインナーカウル、インナーカウルって言ってたような気がするなぁ、ブラックバードで。メーカーのね、説明書には。じゃあ、ヘッドライトのとこね、組んでいきます。塗装はみんな終わってますから、ちなみにこのクリアパーツ、まあマスクシールを貼って、ご覧のようにグレーサフを拭いて、それからセミグロスブラックを塗ってあります。へーって思ったのが、へーですよ、見えるかな。これ一応ね、これシルバー汚く塗ってあるのはあえてです。プロジェクターライトなんですけど、このライトレンズの方を乗せるとかなり真っ暗になっちゃうんですよね。で、まあ結果的にこう乗せてもね、あまりにも暗くて表情が見えなかったんで、ただ実写の写真とか見てもね、やっぱり暗いんですよ。だからあえて中はシルバーにする必要ないのかなと思って、ただそれではちょっと寂しいんで、まあドライブラシで中の方をちょっと塗ってやっただけですね。多分これでもね、そんな光んないと思います。でそのへーって思ったのが、このライトレンズは両方、これは同じパーツ番号ね。で裏側の一部、ここに見えるかな、切り欠きがあります。切り欠きね、切り欠きがあるってことは
っち側に出っ張りがあるんですけど、その出っ張りにね、今の切り欠きを入れるんですけど、インストの指定では、左側のライトはその切り欠きでいいんですよ。それから、まあ、このピンセットでつまんで、入れたときに、そのピンセットの逃げが作ってあるという、これね、量がこう、多分これピンセットの逃げのためにこうなってんのかなと思ったんですけどね。どうなんでしょうね。あんまり意味がないっちゃ意味がないかもしれないけど、どうなんでしょう。そんなにこう力強くね、ピンセットで挟むこともできないですから、丸いですからね、飛んでっちゃいますから。で、まあ、この、左側はこの切り替え機に合わせて、入れてやると。これもね、なかなかうまく入んないんですよ。多分ギチギチなんじゃないのかな。だから、右側がね、逆に、その切り欠きを上に、上に向けて入れてくださいと。で、これ右側見ると上下にこう出っ張りあるんですよ。だから、こういうことですね。切り欠きを上にして、上の出っ張りにその切り欠きを入れて、当然、当たり前なんですけど、下は浮きます。その出っ張りの上にね、この部品が乗っかる形ですから、はまらないです。この円のとこにははまらない。で、なんでね、こう、こっちは、この右側の方は、言ってみれば上向きになるんですよね。もしかしてこれハイビームなのかなと。プロジェクターライトのね、角度が、もう、言われてもわかんないくらいなんですけどね。微妙に右側が上向いてます。まあ多分ハイビームなんでしょうね。やっぱり溶剤系の接着剤は使いたくない場所なのでね。これ、スーパー X ですね。XG、スーパー XG、セメダインのね、シリコン系の接着剤です。まあ、ゴム系ですね。シリコンもシリコンゴムってぐらいですから。で、なんでこれ普段使わないのかっていうのは、まず糸を引くのが嫌い。糸引くんですよ。糸引くのが嫌いなんですよね、まず。それから、そんな頑丈じゃない。割とペリペリっとめくれてきちゃう。一番嫌いなのは糸引くとこですね。だから普段はあんまり使わないです。あ、そっか。切り欠き見ながらピンセットで挟めば真横がつかめるから、角度が見えやすいってことなのかな、これは。当然下の方が浮いてるってことですね。で、こっちが切り欠きが下。
はい、で、ですね、なんて言うんだろう。レンズカバーとライトの間に、まあ、このパーツですね、今接着しちゃったんですけど、まあ、このクリアパーツ、マスクシールを貼るやつですね。マスクシールを貼って塗るパーツなんですけど、ね、これね、浮くんすよ。どうやっても。まず、接着するポイントが、まずこのピンみたいなところ、これが、こっちのクリアパーツのヘリの部分にちょんと当たってるだけ。それから、両サイドのここに、クリアパーツからピンが出てて、こっちにダボ穴はあるんですけど、ここまでしか入らないです。ちょっと隙間が出ます。ここね、これ。これが両側。それから下も、ちょっと見にくいんですけど、なんか出っ張りが出ていて、それが、このパーツに、のヘリに当たってるだけ。この4点、その出っ張りの鉄片でしか接していないので、そこに流し込みを塗るしかできないんですよ。だからゴム系の接着剤は使えないです。こんなに接着面積がないと。それからレンズカバー、レンズカバーもこれ結局同様だと思うよね。レンズカバーもね、両側にちっちゃなピンがあるのと、ここの真ん中になんか出っ張りがあるんですけどね。これが、頭がここに収まる感じ。で、やっぱり両側のピンは、ちっちゃなダボ穴が両側にあるんで、そこに入る程度。だから、どうするかな。この、鼻先のところに、セメダインのスーパー X。で、これで、ここに当ててやって、で、両側のそのピンが当たってるところに流し込みですね。ここはやっぱり隙間が出ます。浮いた感じになりますね。意外にこれがちょっとやりにくかった、組みにくかったです。組みにくかったというか理解するのに時間がかかりました。僕はね。はい、それでは、フロントフォークの組み立てですね。一応、接着する場所の塗料は落としてあります。ガラードくっついていこうかね。今取り付けたこの D-34 っていう部品。これは、向き間違えないように。すごいね。ここをね、ちゃんと隙間が出るようにしてあるんですよ。で、向きを間違えないように。間違えてる。ダメだ。
やばいよね、間違えてましたこれが逆だった。ここに隙間を少しね、実写通り出すために、あ、ちょうどボルトの位置に出っ張りピンがね、3本出てるんで、その分浮いちゃいますから、ちょっと今多めに白キャップの接着剤を入れたんですけど、これでフロントのサスペンションは OK だね。あ、ブレーキキャリパーもちょっと色塗らなきゃいけないところありますね。というかライトを車体に取り付けないといけなかった。はい、ライトがね、ライトカバーが、動かなくなったので取り付けてしまいますよ。ここかな？こうだね。これはリフレクターですね。反射板で、反射板をこのまんま貼るのはなんか向こう側が透けて見えそうなんで、どうするかな。ちょっとこれ反射板考えないとダメですね。車で反射板やるときはアルミホイルをね、アルミホイル大好きなんですけど、バナナをね、アルミホイルで包んで、ポリ袋で密閉しておくと、黒くなりにくいんですよ。まあ、そんなことはどうでもいいです。どうしようかな。車の時はね、裏から真鍮メッシュに押し付けて、まあ、型押しした、アルミホイルをね、裏から貼ってるんですけど、まあ、こんな感じですね。だから、これを貼るにしても、裏側から塗装するだけにするか、縦を使うか、裏側、つるつるじゃない方に、先の尖った綿棒でね、押さえてやれば多分大丈夫じゃないかな。はい、こんな感じでいいじゃねえのかなと思います。じゃあ、あれですね。キャリパーを、キャリパー先につけてよかったのかな？なんかそんな感じが、そんな感じがするな。こっちの側に、この穴にやっぱり流し込み接着剤を放り込んどいて、
フェンダーですね。あ、フェンダーね。フェンダーダメだ、まだつかねえや。まあ色はこれでいいんですけどね、裏側塗ってないんで、俺裏側塗ってた、あの裏側をね、全部まとめてカウルと一緒に塗ろうと思ってたんで、どうしようかな。カウルもね、もうそろそろ乾いてるんです。ちょっと持ってきてみようか。どうしようかな、また工程が今のだけ、ね、今セミグロス塗ってもいいですけどね。これに変わって、ちょっとまだ早いかな。うん、ちょっとまだ撫でると。ちょっと引っかかる感じがするんで、まだちょっと早いと思います。じゃあ、これをちょっと裏が黒く塗ってきます、ね。はい、黒く塗ってきました。まだ完全に乾いてないけどね。62番、デカール貼れってなってるね。じゃあ、デカールを貼ってきたんで、取り付けますね。もう外側からね、挟み込むような形で、ね、接着剤をどういう風に使うか、多分はめるとまた外すのが大変そうだから、接着剤をつけちゃって、で、これを車体につけちゃっていいんだよね、もうね。ないかね、これ、ここで U ターン。こう揺れにくいやつはね、奥まで入りにくいんで、後で抜けちゃう可能性があるから、ちゃんと入れといてもいいですね。ちょっと奥まで行ったな。はい、前輪つきました。じゃあトップブリッジの方ですね。トップブリッジ細かいとこまだ塗ってないんで、そっちまず塗っちゃいます。
え、じゃあそろそろ車体の方もね、もうほぼ最終段階ですね。バッテリー取り付けて、ちょこっとパイピングしたら終了、終了っていうか、その次はカウルの取り付けとかになってくるんだよね。ここにポリキャップ入ってるってことは、これ接着しちゃっていいのかな。ポリキャップは接着しないでくださいって書いてあるけど、バッテリーそのものは接着しないでくださいって書いてないですよね。ただ、抜けてくるんで接着しちゃいます。多分接着で間違いないと。なんでここがポリキャップなのかな。タッパがあるからなのか。わかんないですけど、はい、とりあえず車体の方は終了ですね。形になってきました。あとは、カウルの方になるんで、まあ、そろそろ、素当たりになれば、中研ぎの方、できると思いますから、まあ、さっきね、ちょっと見てみたら、多分大丈夫じゃないかなって感じです。じゃあ次回は、中研ぎとね、それから、黒。マスキングして黒を塗って、それから赤い方のデカールを塗って、違う。マスキングしてセミグロスブラック塗って、セミグロスブラックがこのドゥカティの文字とかね、それのデカールを貼って、セミグロス、のトップコート。それからマスキング剥がして、赤い方デカールの下に一回クリア塗った方がいいですね。中取りの後に一回だけクリア塗って。マスキング剥がして、デカール貼って、トップコート。トップコートは僕軽くです。取り出しをやらないんで。コート2、3回塗ればいいかな。2回か3回薄めのクリアを、ドゥカティの文字のとこだけちょっと厚めにクリアのとこでいいかな。あとはカウルの裏もね、セミグロスブラックで塗って、それがさっきか、内側を塗るための外側のマスキングをやって、で、内側を塗ってからね。それから、そうですね。ややこしい。ちょっと考えないといけない。カウルに関して。それではまた。